おしゃれ専科の時間です。今回は占いの中で最も重要とされる生年月日についてお話したいと思います。当然その、どんな占いでもですね、あなた何の日に生まれたとかね、どういう星座に生まれたとかということで、おぎゃーって生まれたその瞬間の、まあ、時間ですね、その時間の暦でいうところの記号、そういうものを、まあ、問題にしてるんですね。だから、まあ西洋のですね星座で見るにしましても、まあ、それは、まあ、大体半月とか1ヶ月とかいう長い、まあ、時間単位になりますけれども、それでも本格的に見る場合はやはり日にちと時間とこうなってくるわけです。そこでこの生年月日時間ということを今回、問題にしたいと思うんですけれども、現実にはですねあまりその深く追求しますとおしゃれ専科でなくなってしまいまして、堅苦しい、専学講義の学問になってしまうんですけれども、まあとはいえですねあまり漠然と話しただけでは分かりにくいので、まあ書きながらですね分かりやすくお話したいと思います。年というのがまあ昔よく言われたんですけども、何年生まれというのですね、寝年生まれとか牛年生まれってことで、実はこの年というのが一番重要視されておったんです。で、次に月というのがありまして、月はまあ、季節ですね。まあ、春夏秋冬、春夏秋冬という意味での、いつ生まれたかというような、ことになってきます。で、日にちです。ね。これはまあ、変な話ですけど、まあ、人が亡くなった場合の命日とかいますし、その日にちというものは、その何かの事件ですね。我々がこの、生きていく歴史というね、中でその何かを記述するのに最も重要なのはやっぱり日にちなんですね。それは、まあ、長い歴史の中でですね何が何があったかということはもちろん何年にあったということがもちろん基本なんですけども、我々の日常生活は大体その日にちというものを中心に動いているわけです。だからやはり日にちが何日であるかということはものすごく大事な要素になってきます。それでですね、東洋の四柱推命学という学問があるんですけども、それちょっと詳しく後で話します。ではですねこの日にちのことをね、主という書きましてね、日主なんていう言葉で言うんですね。もう日にちがもう主であると、最も大事であるとというようなことになるんですね。で次時間ですね、時間ですね。この時間というのはまあ年も月も全て時間のうちですけども、いわゆる1時2時3時7時間という意味なんです。それでですね、とりあえずですね、その、普通占いする場合にね、まあ、簡単な占いといいますか、まあ、寝年生まれ、牛年生まれというのではね、大体、暦をつかなくてもみんな知ってるわけですね。まあ、普通、日本人とか、中国、韓国、その東洋のですね、県内に生まれた人は、大体その、干支の暦っていうのはよく知ってるわけですね。だから、この何年生まれと言われた時ですね、当然1900何年とか1600何年とかといういわゆる年号を使う。それ以外に自分たちの国の年号ですね、まあ、日本ならば昭和とか平成とかですね、それを言う。それ以外にですね、まあ何年生まれというようないわゆる十二支のようなものを使うということを、まあ、各国にやってるわけです。でなぜですねこの何年生まれというのを重要視しているかというと、実はこれはやっぱ単純な理由なんですよ。なぜかと言いますと、いちいち暦を見る必要ないわけですね。ね。で、普通、寝年生まれとか牛年生まれというところまではみんな自分ではわかるんですよね。もちろん全然興味のない人はわからないかもしれませんけど、まあわかるというふうにしておきましょう。そうするとですね、この月の場合は何月というのはわかりますね。ね、まあ私は5月生まれなんですけどね、何月生まれと分かるわけですよ。ところがお宅その干支でいう月は何月生まれですかと言われたら、なるんですよね。まあシャレですけども分からないわけですよね。それでまして日にちになりますとですね、何の日に生まれましたか、寝の日ですか、牛の日ですか、虎の日ですか、ね、分からないですよね。で、占いをね、まあなんか好きでですね、誰かに見てもらって覚えてる人だったら、私は何の日に生まれたかっていうようなことはわかるかもしれないですね。それで、まあ普通は、年ならばなんとかわかるということでですね、まあ雑誌なんかのね、干支を使う、ね、ウヒトラブを使うような
占いではいわゆるこの何年生まれで出してるわけです。で私もいろんなテレビとか雑誌とかでですねそういうことを執筆とかお話したことあるんですけれども、やはり一人一人の視聴者の方とかね読者の方からですねいちいちその一人ずつ暦で見るわけにはいきませんから、やはりその年というものを大事にしてお話してます。そうすると年というのはね考えてほしいんですね、皆さんのですねそのお友達とかね同級生の方はみんな同じなんですよ。そうですね、そうするとね同じだったらね運勢も同じとこうなりますね。でもですね実は傾向というのがあるんですよ、ね、全くねこんな1年間という大まかな分類でね分類されたんではそんなものその占いなんか価値がないというように思うかもしれないです。しかしやっぱしね都市には都市の性質があるんですね。で例えば皆さんそのある程度の年齢になりましてですねなんかその気の合う人間がいてるとしますね。まあ、まあ、会合でも何でもいいですよ。相手が何歳とかどこの人かわからないと、まあ、例えば会社の会合なんかであちこちの支部が寄ったとしますよ。なんかその、話が合うなとかね、フィーリングがなんかやいやいやれるなというね、そういう人にちょっとお宅何年生まれですかって聞いてみたら、不思議とですね、自分と同じ年の生まれという人は結構多いんですね。それとですね、若い時はわからないですけども、少し、まあ30代とか40代とかになっていきましてですね、ちょっと周りを見渡すわけですね。そうするとで、やはりその年代における共通性というものね、ね、もちろんそのどんな年にあってもね、例えばおとなしい人もいれば、もう走り回ってるような元気な人もいればですね、ちょっとこう悪賢いような人、よく喋る人、いろんな人いてるわけですね。しかし、とはいえですね、例えば、我々、その、日本の中の日本人というのと、例えばヨーロッパの、フランス人とかフランス人ですね、というのと、こう比べてみましたら、同じ人間だけれども、やはり、かなりその皮膚の色とかの種類が違いますね。ね。その中には似たような性格の人もいてるけれども、やっぱり共通して、フランスの人はフランスの人、日本の人は日本の人、イギリスの人はイギリス、なんか共通性があるわけです。明らかに違うんですね。それと同じように、大まかな分類であるはずのこの都市、この都市が実はやはり一つの共通性のあるその人の運勢形態を持ってるんですよ。でこれはまあ科学的なものの考え方をしようとしたい方はこれは中途半端だと思うんですけどもね、そんなことないというところが、もっともっと広い視野で科学的な考え方をしてみますとね、そういう分類も成り立つだろうと、確かに違うだろうというようなことを言えると思います。そこでまあおしゃれ戦果としましてはね、おしゃれにものをまあ生きていくというのにね、その知識ということをまあ今回やってるわけですけども、あまり詳しくですね本を出して暦を引っ張って出すということはもちろんこれはできれば素晴らしいことなんですけども、そこまでやるというには平均的なおしゃれの追求には無理だと。だから、まあ、いろんなことをね、まあ、ファッションのことにしろ、ね、こういう占いなんてことにしろね、まあ、文学でも、まあ、音楽でもいいですよ。一応一通り少しずつでもかじって、平均的に自分は、まあ、世の中のことがわかるんだというレベルでのですね、知識という形で考えたときには、この、まあ、何年生まれというようなことで、非常に、役に立つというふうに、まあ、考えたらいいんですね。つまりその今回のテーマでですね、生年月日は本当に不思議な怪物であるとね。でその生年月日全部でいくとまさに本当に怪物ですね。ね、これは中途半端なことをやるともちろん中途半端で終わってしまうんですけども、徹底的に追求しますとですね、私なんかもかなり理屈っぽい人間で、その自分で見たものしか信用しないというタイプなんですけども、やはりやってみてですね、追求してみたらなるほどなるほどというのが出てくるんですね。それで、一番この占いの中で、その、日にちというものが、まあ、大事なんですけれども、で、昔ですね、実はその、今からも800年以上前だと思うんですけれども、その中国でですね、こういうその、生年月日と時間等を使うこの占いがあったんですけども、もちろんその進歩してきたのが今の占いなんですけども、昔はですね、都市を中心にやはりしておったんです。だから生まれた年を中心にしまして、その生まれた年に対して生まれた月
日時間がどういうふうに影響するかということで、あくまで年をその人そのものの中心に持ってきて、どの月に生まれた、どの日に生まれた、どの時間に生まれたっていうようなことを要素として考えていくと、そしてそのバリエーションとして考えていくわけですね。ところがどうも当たりにくいということで、まあ上紙幣というですね、偉い先生が現れましてですね、こんな字書くんですけど、まあこう大変だとこう書くんですけども、でまあ普通この四柱推命、日本では四柱推命なんて言いますよね。四柱推命、これは4つの柱、年月日時間で見るから4つの柱ので命を押し量る四柱推命ですね。でこの四柱推命というこれは中国で使われている名前です。これに関しては、四柱さんという人がこれを非常に進歩させたからという意味での四柱推命と言われているんです。でこの人が現れてですね、何が起きたかと言いますと、いや今までこの都市を中心に考えてきたこれはいいね、しかしいやもうちょっと待てよと、この日にちを中心にして考えて、その日にちに対してさっき言いました日主という考え方ですね、それぞれがどういうふうに影響し合ってくるかというようなものの理屈をこねてみたら、いやもっとよく当たるようになったというようなことが、まあ、歴史を記されているわけです。それで今の進んだ方の水明学では日にちを中心、日主という考え方を取るということです。そしたら、年を中心にする考え方おかしいのかというと、いや実はそうではないと、年は年の見方があるとこういうことです。そうしますとですね、時間の単位と考えますとね、日にちはもちろん24時間ですけども、月の場合は約その30倍、ね、年は約365倍とこうなってくるわけですね。で非常に範囲が広いとこうなるわけです。ということは範囲が広いということは、まあ表すことから見ればですよ、自分があって自分の周りがあって、また大きな社会があったときに、非常にその社会というような規模を表しているというふうに考えたらいいんです。ね、そうするとですね、何年生まれということは社会に対する適応性ということですね。だから、その人そのものがどういう人間であるかということの細かい追求になりましたら、また本講義の方で詳しくこの四柱推命と皆さん学習してもらえれば分かってくるんですけども、とりあえずですね、この何年生まれというようなことに関しましてはですね、まあ何年のこの年ということで社会でのどういうような活動性ができるかというようなことですね、があるというふうに思ってください。でところでですね、ね、牛、虎、う、竜、馬、羊、猿、鳥、犬、いいのこの十二支ですね、これはまあ普通干支というふうに言われているわけですけども、実は本当の干支というのはですね、十干のことなんですね。で十干皆さん学習しましたよね、今までにこのおしゃれ戦火でも話しましたよ ね。だから十干というのはね、割合にそのリーダーシップを取るタイプですね。おつ、まあまあよくこまめに動くタイプですね。存在感のある兵ね、学者さんタイプでも何するかわからない T ね、非常に職人さんっぽいコツコツと信頼性のある動きをする便利屋さんの棒ですね。それから女性なら色っぽい、男性ならばちょっと情感の深いね、木、土の土ですね。それから神経質な人ね、こうね、まあ神経質だ、まあ気持ちがいろいろ行き届くという意味な繊細さもあるわけですね。コツコツやるような、それコツ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 辛抱強く頑張るタイプの神ですね。それから持久戦が強い、ちょっと闘争力のある人、それから突発的な喧嘩をやるような、しかも強いけれども物事をパッと決断するのが上手なですね、木というふうな性質が出てくる。実はこれがですね、読み方がですね、これは木の絵、これが、土のとですね、土のととこう読むんですね。でこれが木のと、木のと、これが火の絵、火のと土の絵とこう読むんですね。土のと、それから火の絵、火のと、水の絵、水のととこういうふうに読むんですね。これは読み方です。そしてこの読み方がですね、実は
ですね。こうなるよね。だから、これを取りまして、実は、と言うんです。と言うんですね。だから、これ、という言葉は、この十巻から、来てるんです。で、今私がこの撮影を収録しているのは平成8年なんですけれども、平年8年の現在3月なんですけれども、この平成8年度は、寝年です。寝年です。でも、日の絵の寝年なんですね。だから、日の絵の寝というのは正式なですね、この今回の、今回で変ですけども、平成8年度の絵となんです。ね、そこで、十二支というのを、まあ、普通ですね。いろんな本皆さん読んでみてくださいね。寝年生まれの人はどうの？もちろんあります。あるんですよ。しかしですね、この、社会の中でのその人の性格というものを分類しますと、実は、この十二支のその分類よりもですね、この十巻のこの分類の方が感触として分かりやすいんです。皆さんがですね、この人は、例えば、日の絵の年の生まれとかね、木の絵の年の生まれとかいった場合にですね、その社会における、地域社会におけるその人の動きというものは、どちらかと言いますと、やっぱし木の絵年タイプの年代の人はこうだなとかね、いう、そういう非常に大まかで、不可思議だけれども、そういう分類する方が、寝年生まれのグループだなというよりもですね、日の絵年生まれのグループだなという方が、実は行動パターンが結構明確によくわかるんです。そこでですね、まあ、何年生まれということに関しましてはですね、いちいちここで暦を出してきてですね、並べて書きましても、無駄ですから、まあ、おしゃれ専科の皆さん、少しだけ、まあ、苦労をかけますけれどもですね、もし自分の干支ですね、この十巻の干支で、まあ、自分がいつ生まれたのかということを知りたい場合はですね、ちょっと申し訳ないですが、暦を買っていただいてですね、暦というのは毎年売ってるでしょう。ね。今年の暦というのは、いろんなメーカーから出てますね。だから、それを見てですね、それは今年なら今年、平成8年なら8年の、12ヶ月間の、毎月のこの干支とかですね、毎日の干支とか、1年間の書いてるんですけども、ちゃんとそこにですね、何年、昭和何年とか、大正何年は、何の干支の年であるということで全部書いてます。1ページにちゃんと表になってますから、どこで買われてもちゃんとそれは載ってるんです。だから、何の日とか何の時間とかいうようなことになってきましたら、これはその毎年の新しいものを買わないといけないし、また、万年歴といわれですね、もうずっと昔からの長いこと載ってるこの万年歴と、まあ万年でも実際、万年書いてる暦ではないんですよ。まあ一応最近売ってる万年歴、だいたい大きいもので明治初年ぐらいからですね、明治の元年ぐらいから、まあ、そうでなかっただったら大正ぐらいから載ってると思います。で、まあ、21世紀のまあ10年ぐらい経ってからぐらいか、あとまあ、15年、20年ぐらい先まで載ってると思いますけども。だから実際1万年間載ってるわけじゃないんですけども、一応まあ、ずっと載ってるという意味で、万年歴という名前が、まあ、ついてるわけですね。そしてですね、この、昨日と、これも皆さんですね、何回かやりましたね。このおしゃれ戦火では何回もやりました。だから、おしゃれ戦火は、一般向けの気楽にやろうというもんではあるけれども、毎回言いますようにですね、いや、その裏には、やはり、学問としてのね、戦学講義が控えてるんだと。だから、簡単とはいえ、実は、高級なですね、ことをやってるんだということでですね、まあ、いろいろ東洋のこの戦学でも、やっぱりこの実感というものを中心にして、ものを考えていくということが、基本的で最もその的確であると。というふうにですね、考えられてきてるわけです。だから、このおしゃれ戦火ではですね、まあ、今日もさーっと言いましたよね。こんな性格だというふうに言いました。ね。で、実は、この後にあります、その生命判断の名前というものを見るにも、実はこれを使うんですよ。だから、この十の記号の性格を、十分類をですね、知っておるというだけでですね、生命判断の名前にも応用を聞くんですよ。ね、そして彼と彼女の相性判断を見ましたような、ああいう見方もできる、ね、そして、まあ、出会いという日にちですね、これは普通の日にちをこれに直してもらえばいい、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でこれ0ですね、だから1の位だけを取ってその日にちの性質を見るというのことにも応用を聞くということで、このおしゃれ戦火ではですね、ぜひこの実感の性質をですね、まあ、マスターするということをですね、
一応頂点の目標という形にしてですね、私が話した何回かですね、繰り返しリピートで聞いてもらえれば、自然にね、木の絵はこんなの、乙はこんなの、ね、火の絵はこんなのというふうに、ちゃんとですね、覚えてしまいますし、まあ一回メモしても結構、まあ普通はですね、もう何回か私の話をビデオでね、繰り返し聞きましたら、耳についてくると思うんですよ。これがついて覚えてしまったら締めたものですよ。ね。難しい戦術に進めたければもちろん私の戦学講座でね、年間52回とかいうのがこれから何回も流れるわけですけれども、それをのけといてですよ。おしゃれに行くだけでですね、これを知ってるだけで、まあ、もし使いこなしたらね、まあ、この間失礼だけれども、普通占い師で商売している方よりもですね、場合によってはですね、的確に出ることもあるんですね。ね。それだけこの10巻を使う分類方法というものは、結構実感湧くようなものを表していると。ということになっているわけです。それでですね、この、例えば、自分が生まれた牛年だとか、馬年とか、分かってますね。分かってるけれども、この干支のですね、本当の干支の方のこの、十二支の上についておる、これが何か分からないということだけあります。で、それだけは、ちょっと書店に行っていただいてですね、今年ので結構ですから、暦というものを買ってもらうと。そうすると、必ず一ページに、全て書かれておるんですね。で、一遍それを買えばですね、毎年の別に詳しく買わなくてもですよ、友達のでもね、わかるということ。はい。ところが、ここで一つだけ気をつけてほしいんです。それは、今までにも、出てきてるんですけどもね、年の境、年の境です。で、これは、我々が新暦で言うところのですね、1月ではないです。つまり、大晦日が済んで、常に1月1日が始まって、あ、正月だというところから年の境じゃないんです。本当の、いわゆる、干支で言うところの年の境。つまり、日の絵寝年なら日の絵寝年という、その、木の動きですね。まあ、木です、この。こういう木に、我々の住んでる環境が、暦で言うところの、気が変わるというのは、実は1月1日ではありません。ね。正月ではない。それ以外に旧暦とかになりますけども、まあそれも今気にしなくていいです。2月の、だいたい4日頃と。これは4日頃というのは何かと言いますと、実はその太陽の天文観測によって5日になったり3日になったりするんです。それはその、あくまでこれは、この日にちが絶対じゃなくて、太陽と地球との位置関係で見てるわけですからね。だから、4日頃です。ほんなら、それ困ると。いう時には、これ毎年暦がありますね。それはどんな、まあ、別にその、漢詩のね、干支の暦出してこなくてもですね、立春というのは載ってるんですね。立春の日にちが載ってるわけです。だから、この立春の日にちからが新しい年なんです。そうすると、実はこの立春の日に生まれたという場合に、いや、実はちょっとこの立春の日でもですね、どうもこの境がわからないと、立春の日でいいのかといった、実は立春の中にですね、立春の時点が何時何分って書いてます。その何時何分を書いてるから、その何時何分という時間をまず見てもうたらですね、ね。その何時何分という時間の、まあ、それが、例えばこれは、3時、5分でもいいです。でもこれはもし立春の時点が3時5分ってもし仮になっておったらですよ。実際こんなんないかもしれませんが、なっておったらですね、その時間、時点の前の奇数の時間までが、奇数の時間までがですね、ごめんなさい、奇数の時間からがその新しい年である。だからこの3時ですね、が新しい年であると。というふうに考えないかんわけです。で、こうなると、いや、難しい、おしゃれ戦火の限度を超えたとなりますから、ここに当たる人はおそらく滅多にありません。だからそこまで考えるとなると、専門的になりますけども、今言ったことを覚えていただければ、ね、生まれた時点の前に遡った奇数の時間、3時とか1時とかっていう、その時間が実は、その新しい年の境になって、そっから前が前の年、そっからこっちが新しい年と、こういう風になっていく。でこれもちゃんと、まあ、理屈がありまして、もう、
高度な学問の理論がいくつもですね、理論的に戦わされて、ああだこうだって諸説があったりしてですね、いろいろあるんです。でも、まあ、皆さんとしましてはですね、おしゃれ戦艦の気楽に楽しく、ね、ちょっとした知識を知ることによって、本当におしゃれにね、楽しくやれるということなんですよ。で、これは、やはり、かっこよく生きるということになりましたらね、何も知らなかったらダメなんですよね。ね、どっか遊びに行ってですね、どこどこの駅に行くという時にでもですね、その駅がどこかわからないから、うろうろ探しまして、これ、かっこ悪いですね。とか友達と言ってですね、いや、僕知ってるよって、ここ、まあ、たまに来るんだけど、なんて言ってですね、本当は地図で見て覚えてただけなんだけどもですね、うん、僕案内してあげるよ、なんて、そうって言うと、いや、何々君すごいな、なんて、それちょっとおしゃれでかっこいいと、いうようなことにもなるわけです。だから、ものを知ってるということは、まあ、決して知ったかぶりしてですね、偉そうにするというような意味での、かっこよさは必ずしもおしゃれではないと思いますけれども、まあ、やはりある程度ですね、物事を知っておってですね、まあ、迷いのないですね、無駄のないというような、動きをですね、やればですね、やはりそれは、紛れもなく、おしゃれということです。だから、まあ、私としましてはね、まあ、これを見ていただいておる皆さんが、本当におしゃれで、かっこいい人になっていただくと。いうことを望んでこの講義を始めておるわけですから、それでは次また生命学の話でお会いしましょう。